ちょんと入れるとこビュッとするんですかね。そうそう、まあ5、6秒かかるけどね、その、まあ、800度ぐらいに焼くわけです。それでこれを急に水の中で冷やすと、そうするとそのまあ数秒間の間にぐーっとこの反りが出るわけですね。でこれはあの要するに炭素鋼のまあなんていうんですか、組織の変化なんですわ。で大きすぎる反りとかそういうのはやっぱりありますか。うん、これはね、だいたい一人の刀匠が自分の作ってきた刀に自分の辻取りで自分の焼き入れした場合にはだいたい一定しとるわけ。ああ、そうですか。だから反対に今度は注文に反りがあった場合には自分の焼き入れて反る反りと差し引きして、その差だけこの焼き入れる前に調整しておくわけですわ。だから例えばその自分の焼き入れて反る反りが注文の反りよりも余計多いっていうような場合には、この焼き入れる前に反対に腹をうつむけてしまうこともあるわけ。あ、逆にね。うん、そして焼きを入れると沿って。